ヒーリング&スピリチュアルチャンネルへようこそ。永井和也です。今回もですね、以前から続いている怪談朗読お蜜の音量を行いたいと思います。前もって言っておきますが、霊障が起こり得る可能性もなくはないので、そういった場合には、光明信号の動画をいくつか配信しておりますので、そちらの方をご覧になって除霊厄払いをしてみてください。ではこれからまた始めたいと思います。オーシャン、オウミ、17話。某私立病院、夜の10時過ぎ、東京郊外にある夜間診療病院診察室。だいぶ複数箇所をスズメバチに刺されたようですね。アナフィラキシーショック、呼吸困難、血圧低下、意識障害などの疑いがあるので、すぐにエピペン注射、アドレナリンを打って緩和させましょう。注射器を取り出し準備する主治医。黒影の太い腕に打つ。先生、兄は大丈夫ですか？心配する玲子。普通であれば、これだけ刺されれば生命の保証はないのですが、しかし、この方は平気でいらっしゃる。不思議だ。多分、オオスズメバチかキイロスズメバチの大群に襲われたのでしょう。恐ろしい神経毒で、日本国内ではたくさんの死亡例が出ており、2度目に刺されると死に至るケースも多いようです。一瞬怯えてしまう。毒針をこれからチェックします。少し時間を置いてからピンセットをつかむ看護師。ピッピッと除去し始めた。先生、夜分遅く申し訳ない。もう大丈夫ですので、ありがとうございました。うなずきながら黒のジンベエを羽織る黒影。診察室を出た。彼女も頭を下げ、そそくさと続く。会計を済ませ、病院の玄関先へ向かう白井刑事たち。自動ドアが開き、外に出た。すでに雨は止んでいる。今回、あの廃墟の女悪霊たちは倒せたが、お蜜の音量に関しては何とも言えない。やつも私と初めて差し合ったが、本気で立ち向かっては来なかった。一撃を食らわせることはできたものの、ひるまず攻撃してきた瞬間、悟った。真剣に戦ったならば、私でもかなわない。やはり、阿吽が立ち込む中、夜空を見上げ考える二人。まだわかりません。黒影さんと玲子さん、私たち警察機関とともに、なんとかあのお蜜の幽霊へ立ち向かい、解決に持っていきましょう。意気込む白井巡査部長ではあるが、現実を知った以上、難題を抱える。時折、さーっと生暖かい風が体にまとわりつく。駐車場へ行き、止めてあるパトカーへ乗り込む4人。歯がゆい気持ちを抑えながら、夜間診療病院を出た。富山。夜中の11時過ぎ、美代子の首元に浮かび上がる謎の菊模様が気になる。身を浴室へ向かい湯船に浸かった。なんだか不吉な予感。今まであんなところになかったはずなのに。浴槽の湯で顔を洗う。もし娘の身に何かあったら。
そう思うと、いても立ってもいられない。その頃、寝室にある蚊帳の中でぐっすり寝ている美代子。心地よい夜風が吹く中、聞こえてくる童謡のような歌声。晴れた日にはうぐいすが鳴き、川の魚たちはキラキラ元気よく泳ぐかな。聞き覚えのある歌に気づき、うすらと目を覚ます。ぼやーっと人影らしき姿。みおちゃん起きて、一緒に海へ行こう。か細い声でささやき、静かに入ってくる。誰なの？目をこするが、よくわからない。さあ、一緒においで。現れた女は布団をめくり上げ、手を引き、蚊帳の外へと連れ出した。そのことに全く気づかず、隣の床の間で就寝中のおじいとおばあ、ゆっくり歩き、玄関先の引き戸を、ガラガラッと静かに開けた。裸足のまま屋敷内を出る二人。静寂に包まれる深夜の農道。時折、カエルは鳴いてはいるが、車や人の気配は全くなく、しばらく歩き続けた。近くの漁港へ行く途中、突如、ぼーっと姿を現す、水色の和服を着る、ずぶ濡れたおみつの怨霊。お姉ちゃん、なんでそんなに濡れてるの？冷たい手を握りながら問いかけた。気にしないで。もうすぐだから。正気のない顔で前方を見つめ答える。ふと実家のある方へ振り向く美代子。なんだか寂しげな表情。東京郊外、実家。おっと、いけない。ベランダで缶ビールをつい落とす私。すぐさま拾い上げ、再び一人のんびりくつろぐ。すっかり、あの恐ろしい女幽霊のことは忘れていた。風呂場から出てくるふみを、ふーっと一息吐く。少し落ち着いたわ。髪の毛をバスタオルで拭いて、浴衣に着替え、長い渡り廊下を手で仰ぎながら仰ぐ。蚊帳のある部屋へ着いた。あら、美代子がいない。めくられた布団、中に入り、隠れているのではと覗き込むも見当たらない。変ね。トイレかしら？それともお父さんたちの寝ている部屋？不思議に思いつつ、また渡り廊下を歩き始めた。洗面所に着くとトイレの前に立つ。美代子いるの？返事をして。ノックをするが、返答はない。おかしいわね。首をかしげ、とっさにドアノブを引いた。やはりそこには誰もいない。嫌な予感が的中。急いで駆け出し、父親たちの寝ている部屋へ行き、襖扉を開けた。ん？どうかした？お母さん、美代子が部屋にいないのよ。不安げな表情で呼びかけた。何事かと思い目を覚ますおじい。トイレじゃないのかい？そう言うが、首を横に振る。
今、見てきたけれど、いないの。え？驚く二人。一瞬、青ざめてしまう。リーンと、縁側で鳴る風鈴。まさか、勝手に外へでも行ったんじゃなかろうか。慌てて布団から起き上がり、玄関へ様子を見に行った。引き戸を開け、庭先へ出てみるが、全く姿は見当たらない。マリだけが寂しく転がっていった。屋敷内を探し回る文雄とおばあ。美代子、どこにいるの？美代ちゃん、出てらっしゃい。お母さんが心配してるっちゃ。大声を出しながら、くまなく部屋中を探すが、案の定返事はない。今、庭先の方へ出て見てきたんじゃが、おらんかった。美代子のやつ、どこさ行ったのじゃろうか。おかしいの。狐に包まれる。愕然とし、その場へ倒れ込んでしまうふみお。恐ろしい神隠しにあってしまうのだ。一方、美代子と手をつなぎ、漁港のある富山湾、日本海へたどり着くおみつの怨霊。ゆらゆら海風で不気味に揺れ動く水色の袖口。しばらく、じーっと、防波堤を眺めていた。続く。